プリンスフィルダー、プリンスセミアンフィルダー、プリンスセミエンフィルダー、1984年5月9日体は、アメリカ合衆国、カリフォルニア州オンタリオ出身の元プロ野球選手、一塁種。右投げ左だ。父は2年連続で、アメリカンリーグ本塁打王を獲得した、元プロ野球選手で、メジャーリーガーのセシルフィルダー。1984年5月9日、 カリフォルニア州オンタリオで生まれた。5歳の時、父のセシルが、阪神タイガースでプレーしていたこともあり、わずか1年だが日本に在住経験がある。この時父に連れられて球場によく出入りしており、実際に試合前、打撃練習をさせてもらったこともある。初めて野球に触れたのがこの頃であるが、幼いながらもパワー溢れる打撃を見せつけ、当時の阪神コーチや、球団関係者から、 これが5歳児のバッティングか、将来はプロ野球選手かと賞賛の声を上げられる。2010年12月、MLB のアンバサダーとして21年ぶりに訪日した際、将来は日本でもプレーしたいと語っている。父から右投手が多いから有利と言われるままに左打ちを練習し、これが父のしてくれた最高の教えだと語っている。12歳の時には、 当時父が所属していたデトロイトタイガースの本拠地タイガースタジアムで父と一緒に打撃練習し2回スタンドに打球を放り込むという親譲りのパワーヒッターぶりを見せたいう伝説があるただしこの伝説は本人が2007年にホックススポーツのインタビューで否定した MLB ドラフト1巡目全体7位でミルウォーキーブルワーズから指名を受け6月17日に 契約。ルーキー級、オグデン・ラプターズと A 級、ベロイト・スナッパーズでプレー。A 級ベロイトでは32試合に出場し、3本塁打11打点、打率、241だった。は A 級ベロイトで137試合に出場し、27本塁打112打点に投類、打率、313だった。は A 級ハンツビルスターズで三十五試合に、 出場し、23本類だ78打点11、盗塁、打率、272だった。は、AA 級ナッシュビルサウンズで開幕を迎えた。AA 級では好成績を残し、6月13日に、ブルワーズとメジャー契約を結んだ。同日のタンパベイデビルレーズ戦で7番、指名打者として、メジャービューを果たすが、4打数無安打に終わる。翌日には、 野茂秀夫と対戦し、メジャー初安打となる二塁打を放っている。7月4日に AAA に降格したが、ブレーディ・クラークが故障者リスト入りしため8月18日に再昇格。8月31日のピッツバーグパイレーツ戦で代打として出場し、ホセミサから同年チーム初となるサヨナラ本塁打を放った。39試合に出場し、打率。 288.2本塁が10打点を記録。シーズン終了後、球団はフィルダーの打撃を高く評価し、ポジションのこむるライル・オーバー・ベイをトロント・ブルージェイズへ放出した。2月20日にブルワーズと1年契約に合意。3月10日にはアリゾナ州で行われたワールド・ベースボール・クラシック日本代表との練習試合に出場。6回に 杉内都市屋から本塁打を放っている。同年のレギュラーシーズンでは4月に打率。344.5本塁打16打点を記録し、月間最優秀新人に選出され、その後もフルシーズンレギュラーとして活躍した。出場試合数157、安打数154、複数安打試合41はチーム1位で28本塁打は、新人では、 リーグ最多となった。本類打と打点81は球団新人記録となり、新人王の投票では7位に入った。3月2日にブルワーズと1年契約に合意し、開幕ロースター入りした。開幕後は本類打を量産。5月には球団新記録となる月間13本類打を記録し、月間 MVP を受賞。 6月17日のミネソタツインズ戦では、ジョーネイさんから自身初のランニング本塁打を記録。オールスターゲームの投票では、ケングリフィー・ジュニアに次ぐリーグ2位の270万6020票を得て初、選出、先発出場。8月12日のヒューストン・アストロズ戦で審判への不適当で攻撃的な振る舞いをしたため、8月15日に、 メジャーリーグ機構から3試合の出場停止処分を受けた。9月15日にはシーズン46本目の本塁打を放ち、リッチー・セクソンとゴーマン・トーマスが持つ球団記録45を更新。9月25日のセントルイスカージナルス戦で50本塁打に到達し、史上初となる親子でのシーズン50本塁打を記録。また、23歳139日での達成は、 ウィリー・メイズの24歳137日を上回る史上最年少記録となった。この年は本塁打王のタイトルとシルバースラッガー賞を獲得した。は、開幕から本塁打が出なかったが、4月17日のカージナルス戦で延長10回表に決勝となる2点本塁打を記録。50本塁打以上を記録した。翌年の打者としては最も遅い15試合目での シーズン初本塁打なり、前年より16本、少ない34本塁打に終わった。チームは、ワイルドカードで、ポストシーズン進出を果たしたが、フィラデルフィアフィリーズとのディビジョンシリーズでは14打数、1アンダニシマは、チームも1勝3敗で敗退した。オフに、年俸調定権を得たフィルダーは、2009年の年俸として800万ドルを要求。 これに対して、球団側は650万ドルを提示していたが、折り合わず、年を越すこととなった。1月23日に、総額1800万ドルの2年契約で合意した。5月3日まで打率が、250を超えない状態が続いたが、その後調子を上げ、6月末時点で打率。307.20本類が、74打点を記録。自身2度目となる。 オールスターゲーム出場を果たし、本塁打競争では、ネルソン・クルーズを破り優勝。オールスター以降、1試合2本塁打、3試合連続本塁打を、それぞれ2度ずつ記録するなど本塁打を量産し、最終的に46本を記録。9月19日に、シーズン127打点目を記録し、セシル・クーパーの球団記録を27年ぶりに更新。 最終的に141打点まで記録を伸ばし、ライアン・ハワードと並んで、最多打点のタイトルを獲得した。は、打率が自己最低の261に低下し、本類がも前年から14本減少したが、至球はリーグ最多の114を記録した。翌年限りでフリーエージェントとなるため、シーズン途中から盛んにトレードの噂が出るようになったが、 最終的に2011年もブルワーズでプレーすることが決まった。球団はフィルダーが在籍している間に勝負をかけるべく、オフに多くの若手有望株と引き換えにザック、グレインキー、ショーン・マーカムを獲得する大型補強を行った。7月12日に行われたオールスターゲームに4番、一塁手で出場。0から1とリードをされた4回裏。 CJ ウィルソンから左中間に逆転3点本塁打を放つ。ナリーグが5から1で勝利し、MVP に選ばれた。シーズンでも打率。299.38本塁打、120打点、アップス981を記録して、地区優勝に大きく貢献したが、ブルワーズはリーグ優勝決定シリーズで敗退した。シーズン終了後 FA となったフィルダーには、ワシントンナショナルズ。 テキサスレンジャーズ、ボルチモアオリオールズ、シアトルマリナーズなどが興味を示していたが、代理人、スコット・ボラスの要求額が高く、年が明けてもなかなか移籍先が決まらなかった。1月24日、故障でシーズン絶望となったビクター・マルティネスの代役を探していたタイガースと歴代4位の大型契約となる総額2億1400万ドルの9年契約で合意、タイガースには 親子で所属することとなった。タイガースは、主砲ミゲルカブレラと、ポジションが被るフィルダーの獲得には乗り出さないと思われていたため、契約成立のニュースは、全米の野球関係者を驚かせた。オールスターゲームには、ファン投票で選出され、本塁打競争で3年ぶりに優勝した。シーズンでは4番打者として、ミゲルカブレラの三冠王をアシストした。自身も、 初の3割30本100打点をクリアするなど遺跡1年目から期待通りの活躍をした。もう3年連続でオールスターゲームに選出され、シーズンでは162試合に出場。本類打は7年ぶりに30本類が起きる25本類打にとどまり、106打点、打率、279と数字は十分だったが、3割30本100打点を2年連続で、 クリアしたミゲルカブレラと大きな差がついた。2013年11月20日にイアン・キンズラーとのトレードでテキサス・レンジャーズへ移籍した。若いマクロースター入りしたが5月17日から追感版ヘルニアで離脱。5月23日に15日間の故障者リスト入りした。以後、戦列に復帰せず2006年にレギュラー定着以来。 毎年157試合以上に出場し続けてきたが、42試合の出場に止まった。2006年から2013年までの8年間で30本塁打以上と100打点以上を、各6度、本塁打は6年連続、打点は3年連続が2回記録した、パワーヒッターとしてはあまりにも寂しい成績に終わった。一方で、トレード相手となったキンズラーは、 タイガースで161試合に出場し、地区優勝の一員となったため、フィルガーとは対照的であった。6月26日、トロントで行われたブルージェイズ戦で12号本塁打を放ち、メジャー通算300本塁打を達成した。七セシルも大リーグ通算319本塁打をマークしており、親子での300本塁打到達は、ボビーとバリーのボンズ親子に続き、 メジャーで二組目。今季からは、指名打者としての出場がある時になり、守備機会は18試合に止まった。前半戦を打率、339.14本塁が54打点の好成績で折り返し、2年ぶりにオールスターゲームに選出されると、勝ち越し打を含む2打点を挙げる活躍で、アリーグの勝利に貢献した。後半戦はやや失速したが、 最終的に158試合に出場して打率。305.23本塁が98打点アップス841の成績を記録。故障に泣いた作機からの復活を印象付けた。この復活ぶりを高く評価され、アリーグのカムバック賞に選出された。は、再び首の痛みに襲われ、7月に故障者リスト入りした。その後、 一昨年以来二度目の追患版ヘルニア手術を受けたが、ドクターストップがかかり、現役引退することになったと複数の米メディア、報じた。8月10日に記者会見し、正式に引退を表明した。首を固定する装具をつけながら会見したフィルダーは、脊髄を固定する必要があるので、これ以上プレイできない。チームメイトやコーチ陣には感謝している。もうプレーできないことは辛いが、 これまでのキャリアが楽しいものであったことは幸せに思うと語った。通算319本類が惑しくも父せしると同じだった。契約の関係上、10月3日まで60日間の故障者リストに登録されていたが、前日のようにドクターストップによって正式に現役引退を表明しており、また故障者リストから外れることなく、2017年10月4日付で、 自由契約となった。2017年3月から配信開始されるインターネット料理番組、フィルダーズ・チョイス、フィールダー・エス・チョイスで妻と共に司会進行役を務める。10月13日、ブルワーズにとって7年ぶりとなったリーグチャンピオンシップシリーズの第2戦で始球式を務めた。身長約180センチメートルと現代の メジャーリーガーとしては低身長ながら、体重は1 2 0ラム以上あり、父親譲りの巨漢である、現役時代のセシルの体重も同じくらいであったが、身長はプリンスより1 0トル、4インチほど高かった。マイケル・ルイス著のマネーボールの中では、アスレチックスのスカウト陣から太りすぎとして、酷評されていたシーンがある。しかし、 メジャー昇格後の活躍によりアスレチックスのスカウトを見返した。打席での構えがとても安定しており、左打者だが、左投手を苦にしない。相手投手の投球に対して、うまく合わせることができ、打球を広角に打ち分けている。ややアッパーカット気味のスイングでもあり、そのために打球を上向きに、そして広角に、本塁打を放つことができる。パワーヒッターとしては、 パッドコントロールと打席でのバランスにたけ、内角球にうまく対応する。その体質と体重のため、柔軟性と一塁周辺での俊敏性があまりなく、グラブさばきも柔らかさに欠けている。野手からの送球に対して、あまりにも早く手を伸ばす傾向があり、真正面からずれた送球には対応できずに、固まってしまう。また、中堅手より、左の打球で打者が二塁へ向かう。 際の、中堅紙もしくは左翼紙からの送球のバックアップの位置取りに課題がある。足の速さはメジャーリーグの平均よりかなり遅く、優れた走者とは言えない。しかし、フィルダー自身は走るのを好み、時々相手保守の隙をついて、盗塁を試みる。また、トップスピードに乗ると意外に速く、のオールスターゲームでは9回表にライトへ放った打球を、 カルラス・ゴメスが降一した際に3塁まで激走を見せて観客を大いに沸かせた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。